昔、魔族の侵攻から王国を救ったマジカルクイーン、ジョアン一世は3つの武器を携えていたといいます。それがビューティーセレインアローとウィングクリス、そしてバードシールドなのです。僕の家は代々王家に仕える鍛冶屋で、バードシールドの作り方を秘伝としています。でも馬力マッスルと一緒に作ったバードシールド、あれは偽物でしたよね。ええ、本物のバードシールドを作るには幻のエンジェル砂鉄が必要なのです。エンジェル砂糖、エンジェル砂鉄です。でもなんで幻のなんですか？それは私が教えてあげましょう。なんだ、セラビいたのか。それほど希少価値があるということですね。昔はエデン鉱山にたくさんあったと言います。エデン鉱山ですか？そうです。山越え、川越え、谷越えて、遥か西、エデンの里にあるエデン鉱山です。わかりましたか？はい、わかりました。わかんねえよ、バカ野郎。それでは、頑張ってエンジェル砂鉄を取ってきてください。はーい！じゃあ、気をつけていってください。シーラちゃん、ムーラさん、頑張って！はい。おい、早く来いよ！はーい！あの二人、疲れないんですかね？気にしないでください。あの二人は特別です。おいちゃん、山のてっぺんで二人でおやつ食べようぜ。二人で？させるな！誰が特別？負けねえぞ！一発！二人とも元気元気！あー、綺麗！おー、絶品絶品！絶景って言うんだ。チャチャさんと二人だけでこんな夕日を見たかったな。邪魔なバカ犬を除いて。犬じゃねえ！もう日が暮れる。エデン鉱山まではまだまだだ。なんか喉がムズムズ遠吠えしたくなるぞ。やっぱり犬だ。に帰ってしまって、ジャッチャーさん、まあ遊んでる二人はほっといて、おじいさんはなんでこんなところに一人で？わしの名前はクラウドじゃ、おじいさんではない。アンダスタン、はい、アンダスタン。わしは見ての通りさすらいのトランペッターじゃ。いや、結構なお仕事ですね。で、クラウドさんはどちらへ？我が懐かしの故郷エデンの里へな。エデンの里？じゃあ一緒だね。わしはトランペットを片手に世界中をさすらった。世界地図を触りますか？だが故郷のエデンの里が懐かしくて、わしの最後の夢は故郷のみんなの前でこのトランペットを吹くことなのじゃ。ちょっと貸してくれ。ダメじゃ、これはわしの宝じゃ。これだけは誰にも触らせん。エデンの里はいいところだぞ。幼馴染の友達もいっぱいいるし、わしの初恋の人もおるでよ。でーって、たまんねえな。朝は気象ラッパで叩き起こされるし。じいちゃん元気だな。眠いぞ。こんなところ僕は渡れません。でもここを渡らないとエデンの里に行けないよ。でもじゃあ一人で帰るか？いや、それは
ほっとけほっとけ。この橋を渡るも人生、渡らぬも人生だ。どうします？とりあえず年寄りの言うことは聞いとけってじいちゃんに言われてるからな。じゃあ行くね、ムーラさん。じゃあ僕も。元気でな。ちょっと待ってください。僕も行きます。何の騒ぎでやんすか？仕掛けを作る前に渡られてしまったです。本当でやんす。もうちょっとのところで逃げられてしまったでやんす。残念でやんす。チャチャはどうした？はい、奴らはエデンの里に向かっているようで。何、エデンの里？待ってやろ。それはいい。エデンの里には我が忠実な魔族キヨトーラがいる。ヨーダス、ハイデアンス、すぐにキヨトーラと連絡を取れ。はい、わかりました、デアンス。天下無敵の槍の使い手キヨトーラか。奴ならたやすくチャチャを料理してくれるだろう。おお、あそこじゃ。あそこがエデンの里じゃ。やったーやったー。とうとうエンジェル砂鉄が手に入るんですね。おお、我が麗しき故郷よ、豊かな大地を、愛しき人よ。どうする？我は今帰らぬ者の手を広げ、我を迎えるのだ。猫の子一匹いませんね。おい、見ろ見ろ、変な像がいっぱいあるぞ。くだらないシャレを言ってる場合か。ん、ほら、象と象。象と象。象と象。あ、そこ。これが本当にエデンの里なのか。わしの故郷はどうなっちまったんだ。クラウドさん。あ、あそこに人が。え、俺に任せろ。待ち上がれ。いいや、頑張れ。サキさん、あっちが行き止まりです。追い込みましょう。うん。トラで脅かしても何も出ないよ。トラ？若犬は一匹いますけど。犬じゃねえ、狼だって言ってんだろ。ボニー、ボニーじゃないか。あんた、クラウド。ボニー。クラウド。なんか恥ずかしいですね。勝手に村を飛び出しようって息のもんじゃ。可愛げのないところは変わらぬ、不愛しのババで。あれ、二人は仲が悪いのかな。そんなことないみたいですよ。ああ、なんかいっぱい傘が書いてあるね。あ、ここが有名なラバーズストリートなんですね。なんだそれ。なんとなくわかります。ほら、この、あの二人じゃ。はっ、この風天じじいめが。玉ねぎばあさんまで生きておったか。やっぱ仲悪いんじゃないか。でもまあ喧嘩するほど仲がいいとも言いますし。いいや、とシーネちゃんみたいだね。うん。あのボニーさん、さっきトラがどうとか。あ、この辺にトラいるんですか？そうなんじゃ、魔物が、トラを連れた魔物が村を荒らし回って。なんじゃと。おじさまは大魔王様の家来、世界一の槍の使い手キヨトーラ様だ。今日からこの里はわしが支配する。わしに逆らうやつはみんな石像にしてやる。勇敢にもキヨトーラに向かって行った者はみんな石像にされ、他の者は皆キヨトーラを恐れて里を出て行った。この村に残っているのはもうわしだけじゃ。昔はエンジェル砂鉄も取れて、この村も賑やかじゃったがのう。昔、
今はエンジェル砂鉄は？今は全然、もうとっくの昔に掘り尽くしてしもうた。うおー、トンネルみてえだぞ。みたいじゃなくてトンネルなの、バカ。ダメだ、ボニーさんの言った通り、エンジェル砂鉄は掘り尽くされてしまったんだ。じゃあ、バードシールドは？え？なんだ？ボニーさんの声です。一人にしないで、置いてかない、ジジイだ。そろそろこの里にも見切りをつけるか。こら、それはわしが大事に守ってきた食い物だ。お前なんかに取られてたまるか。あば、相変わらず威勢がいいな。こっちが村のみんなを石にしたやつか。おのれ、クソを放せ放せ。クラウド、ジジ、貴様も石像にしてやる。ボニー、ボニーさん、ラウトさん。ほほう、まだこの里にも動ける奴がいたのか。今日のところはババアの石像で勘弁してやろう。ボニー、せいぜい悲しむがいい。また来るぞ。クラウドさん。ボニー、ボニー、ボニー。ではそのチャチャという小娘を始末すればいいのだな。はい、大魔王様たってのご命令です。今チャチャたちはバードシールドとかいう伝説の盾を作りにエデンの里に来ているはずでやんす。伝説の盾か。おりゃどんな盾であろうと俺様の槍で突き破れぬものはない。伝説の盾もろともチャチャを粉々にしてやれ。俺たち何時にこんなところまで来たんだよ。エンジェル砂鉄は一粒もないし、ボニーさんも石像にされちゃうし。ボニーさん、かわいそう。ひどい。チャチャさん、このトランペットをあげよう。え？わしの夢はすべて消えた。故郷も友達も初恋の人も。じゃあやっぱりボニーさんはクラウドさんの。うん、初恋の人じゃ。わしは若い頃ボニーに振られたと思ってこの村を出たんじゃ。だがボニーはずっとわしの帰りを待っていてくれた。今わしにあるのはこのトランペットだけじゃ。そのトランペットは昔この村を旅立つ時持って出たものじゃ。エンジェル砂鉄でできておる。エンジェル砂鉄、じゃあそのトランペットでバードシールドができます。え、いいの、クラウドさん。ありがとう、クラウドさん。いや、よいしょい。さらばわしの青春。
できた、できたぞ。これがバードシールド？すごく綺麗ですね。どれ？重い。え、バカ力のリーエが持ち上げられないなんて。まあ、よくもボニーを。俺、タマよ、ご褒美だ。タマ？あいつ、トラじゃなくてでっかい猫だったのか。俺もボール欲しい。バカ。チャチャ！石像がいいか、それともこの槍で粉々になりたいか。あなたがボニーさんや町のみんなを石像にしたのね。伝説の盾を出すなよ。ユーピーセレンアロー、ペイントフェアリーナビゲーション、これは
ボニー、ボニー、グラード、何すんじゃいこのジジイ。なんじゃい、いきなり。そいつはこっちのセリフじゃい。ドタクタに紛れて抱きつきよって。ねえ、日本誰が抱きついただと。抱きついたろ。バカ、誰が、わしがそんなことするもん。あの、僕たちはこれで行くね。取り組み中らしいぞ。取り込み中だ。やっぱり仲悪いんだね。そんなことないですよ。いいですか、一斉に振り向くんですよ、一斉に。うん、1、2の3。さようなら、若者よ。お元気でね。さようなら。ひどいドロシーちゃんたら、今日はせっかくの浦田学園同窓会の日なのに、久しぶりにみんなに会える楽しい日なのに、ドロシーちゃんたらモンスターに化けて私たちを脅かそうとするなんて。でもそんな手には乗らないもん、こんなモンスターなんか。あれあれ